下り乗車場入り口上り乗車場入り口日野バスストップとは東京都日野市の中央自動車道本線上にあるバス停留場であるバス停の表記及びバス事業者の案内では中央道日野と表記される東バス停と東京都内から中央道相模湖までの各バス停との区間内のみの利用はできないなお八王子発着路線である 高松線と金沢線は途中経由地として新宿や渋谷に停車する関係上、上り車線側バス停から乗車、下り車線側バス停で降車となる。高尾、八王子発着のリムジンバスも羽田空港までの経路に中央道を利用する関係上、同様に上り車線側バス停から乗車、下り車線側バス停で降車となる。中央高速バスリムジンバス。 夜行高速バス JR バス、多摩もレールの甲州街道駅が、最寄りの駅である。甲州街道駅の開業前は、公共交通機関によるアクセスが不便なため、自家用車やタクシーによる送迎が主であった。速度を走る路線バスがあるが本数が少なく、時間帯によっては、約980メートル離れた川崎街道上の、生活保健センターバス停まで歩かねばならなかった。 特に夜は利用しづらいため、中央高速バスの中高便しか停車しなかった。2000年に甲州街道駅が開業。当時は、東バス停と駅の間が自動車の通行困難な狭い道でわかりにくく、中央自動車道やモノレール沿いに回り道を余儀なくされる場合もあった。そのため、乗り換えの利用者は少数であった。その後、周辺の区画整理が進み、 2003年3月に、東バス停と公衆街道駅を結ぶような形で、新川崎街道が開通した。旧来の道に比べてやや遠回りではあるものの、道路が整備されたことにより、利用者が増え、多くの高速バスが停車するようになった。多摩モノレール沿線から、中央高速バスを利用するには、新宿経由に比べて、時間や運賃の面で優位なことで、公衆街道駅と、 中央道日野バス停の乗り換えルートが PR がされている。玉物レール、甲州街道駅から450メートル。ありがとうございます。